始めるよ、キャンパス、ノート。ノートをプラットフォームとするオンラインサロン始めるノートキャンパスが運営する共同マガジン、それがキャンパス、ノートです。キーワードは音楽、大学、人生&エトセトラ。始めるノートキャンパス、参加メンバーがそれぞれの個性でそれぞれ自由に記事を書きます。この共同運営マガジンは始めるノートキャンパス、参加メンバー限定です。このマガジンに参加するには始めるプラン以上への参加が必要です。カッコ閉じ。始めるノートキャンパスとは、ノートを舞台に始めるキャンプアット US、 みんなのキャンパスを目指します。ノートの可能性を最大限に生かすことを目的として、ノートの使い方、記事の作り方、テーマ画像の作り方、SNS での拡散の仕方などをノートを始めたばかりの人にも分かり安くサポートしていきます。メンバー同士の交流と情報交換を積極的に行いましょう。分からないこと、困っていることをみんなで解決します。レッツノートオンキャンプアット US。 イメージは自由帳です。始めるノートキャンパスとは、みんながそれぞれの自由帳を作って持ち寄って見せ合って、そうすることでそこに一つの世界、ソーシャルワールドが形成される。そんなイメージがぴったりなのだ。キャンパスノートにではなく、ノートに自由帳とでっかく書く。ノートに登録してそれぞれのクリエイターページを作る。最初は全くの白紙だ。まっさらなノートにとにかく書き始める。すべてはここから始まる。共同運営マガジン、キャンパス、ノートは自由帳の階段ノートのイメージです。自由帳とは、すべては新品のキャンパスノートの表紙にでっかく自由帳と書くところから始まる。ショー、メイ、ゴー、オン、いつまで続くかわからない。何を書いてよいかわからず、あるいは気の利いたことを書こうと思って何日も手元に置いておくうちに、次に回すのが気まずくなってしまい、いつしか交換も階段もどこかに雲隠れしてしまったこともあった。でもいつまでか続くかもしれない。まずは新品のノートに登録してでっかく自由帳と書くところから始めよう。書きたい時だけ書けばいい。書けない時に無理に書く、そんな必要もなければ理由もない。キャンパスのあちこちで音が聞こえる。最初は小さな音かもしれない。キャンパスの音たちは重なり合って、いつしかかすかなシンフォニーが聞こえてくるのかもしれない。いざ自由帳の世界へ。ショー、メイ、ゴー、オン。